皆さんこんにちは。で、それではですね、ガイダンスを始めていきたいと思っております。まあ今日は秋生のガイダンスでありまして、担当について一回で受かっていきましょうねっていうこれ講座になります。そのガイダンスでありますので、タイトルはこうなっております。ちょっと見てくださいね。はい、どこ,こです。えっ、ー、と佐藤流なら今から狙える担当一発、えー、合格学習法という形でお届けしたいと思っております。担当は歴戦日講師メルソン佐藤です。はい。で、これからやる試験でありますので。 えっとまあ講座しますんで担当を狙っていきましょうねってこれ講座になるわけですよ。名前も担当コンプリートという講座になりますんでその概要について少ししゃべっていきたいかなって思っております、ね。まあ、担当については特化をしっていうコースになるんだけどそれだけでは一応ないよって話になりますんで今日それ観点について少しお話をしていこうかなって思っております、ね。で今日配ってるの2つあると思うんだよね。1つはこれ、えー、レジュメになります 全部で何ページありますかね、うんと1、2、3ページぐらいあるので、これ3ページ、ねまあ、あのいわゆるレジュメと言ったらこっちを見てください。あともう一つは、えー、とこれですよね、うんといわゆるこれ、レッグのパンフレットありますよね。で、私がやるのは、えー、担当コンプリートって話になりますので、えー、と36ページ以降になりますかね。ここに概要等を書いてありますんで暫時 こっっ見ててていこうかなって思っております、ね、でじゃあ早速中身を少しやろうかなと思ってるんですけども、えー、と名前にある通り担当コンプリートとなんだよねだから一応空き巣でありますんでこれから受ける方受けてもらってもよいしあるいはやり主の方ね、えー、と実は担当受けたんだけど駄目だったであるいはね,うーんとね担当途上で辞めてしまったって方いらっしゃるかもしれませんね。特に今年はコロナの影響で試験が延期になりました。 まあ通常でならば、これを聞いてる時、もう担当答式試験も終わっていて、かつ論まで終わってるわけですよ。あとは、最終的な発表を待って、工事試験を受けるっていう段階になってるはずなんだよね。しかし、今年は延期になりましたよね。5月の真ん中にやる試験が、9月になっちゃったんだよね。4ヶ月間も延期になってしまったんですよ。これは傾向によって、どうなんでしょうね。うん、一番いいという方もいらっしゃいますよ。 確かに試験期間が長くなった。で、そういった意味ではちゃんと勉強できるって方もいらっしゃるわけね。あるいは、えー、やったんだけどダメだったってことで、あの今年はやめてしまおうかなって方もいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方でもいいと思っているわけね。これから受けようっていう方、ないしはやめてしまった方、あるいはねこれを聞いてる方で今年の担当を受けたと受けたんだけど少しカンバスくなかったっていう方ね。で、なんで担当式試験なのにダメだったんでしょうね。 多分勉強の仕方がままずかったんだと思いますよ、ね、偉そうに知ってるけど私は担当式試験はなかなか苦労した口です。で論法はそんなに苦労しなかったんだけどね担当は結構苦労しました。あの3回ぐらい受けて全然ダメだだったんだよ、ね、4年目になってちょっとやり方を変えたことによって点数が倍になったんですよ。まあ、当時は50点満点でボーダーが40点っていう時代だったんだけど123年目が二十数点かな。 あまり良くなないいよねあの5割ぐらいしかか取れなかった勉強してるんですかと言ったら一応やっていたんだなやっていたんだけど全然点数がアップしなかったんですよで3年目終わった後に真摯にこれ反省をしましたねなんでダメだったのかってことについてよく考えてみたわけですよで考,え考えて考えて考えてみるならばちょっとやり方が違っていたんだよなってことが分かったんですよ。うん、まあ今日少しやっていううかなと思うんだけど担当を 論文的に解くんだってわかるようになると、担当をやって、実は論文にするっていう試験勉強になるんだよね。まあ、これが分かっていないと、なかなか担当は担当の試験。あるいは論文は論文でやってしまうので、相当長かっちゃうんだよね。うん、で、四年目は担当をどっかでやっていたんだけど、実は終わった後で、論文ってこんなに簡単なんだよねって分かりました。うん、ぜひ、それをね、実感しておいてもらって。 皆さんにもも伝えたいし受けてもらいたいいいし受けけててらと思ってるわけですよ、ね、じゃあ早速やっていきましょうかまずね前提としてこれからやっていく方だよねないしはこれから初めて受ける方、まあ、今年諦めた方もいらっしゃるよね多分じゃあそういう方について今試験って一体どうなってるかという現状考えてみましょうか特に論文式試験だよね、うん、まあ担当はあまり変わっていないかと思うんだけど論文ですよどうもねで論文は相当変わりました、うん、いわゆるまず 何段階かに少し分けて考え,と考え,と考えていこうかと思ってるんですけど平成に入って平成の9年までから平成の10年から平成13年までここまで休止圏と言いますね。休止圏とよく言います。旧市。ここから少し変わって平成14年から平成の16年までから平成17年から 平成の20年ぐらいまで,で平成20年から何らかにちょっと分けたいと思ってるんだけど平成20年からそうですね平成の29年ぐらいまでとそれ以降ですね違うんだよね試験傾向って少しずつ変わってきてのやっぱね取りたいっていう人材がだん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 変わってきたんでしょうね、うん、平成9年までは1問について3,000字要求されました無字数が。 3000文字ですで10年から同じ旧試験なんだけど文字数は2,000字に変わったんだよね2,000字に変わりましたでこの当時旧試験の場合って問題文が短いんだよね結構問題文が短いと問題文が短いと短い問題文が短いんですよ ちょょっと見ましょうかねどんな問題だったかってことね平成9年とか10年あたりね結構問題文短いですよ、まあ、特許一番顕著なんで特許を見ましょうか、ね、例えば平成9年こういう問題でした、ねまあ、これちょっと配っていないんだけどちょっと見てねこういう問題一応実用審案の1問と2問なんだけどこれで、えー、と当時は100うん50点50点かな100点100点かなだったと思うんだけどえっ、ー、とこう書いてあるのねまずると第1問2行しかないよね 第2問 1, 2, 3, 4, 行しかないわけですよでこれで2問で問しょでこれに対して、えー、と平成1 4五5年というか平成の13年あたりまあ九州の最後の年になるけどちょっと長くなってきましたね問題じゃこれ問題にこれって言ってだん,だんだんだんなく長くなっな長くなってきたわけね長いんだけど、うん、まあまだ短いかなっていう感じですよ。でこれが真になって 1718年からだん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 と長くなっていってついに平成20年かなすごい長いんですよ。統一はこれだよねずーっと書いてあって問題が12って書いてあるだけだよね証文弧1と2これを聞いてるだけなのねでも全体がすごく長いんですよ。でさらに問題2って書いてあって見ると実務チックになってるよね 請求後にこう書書いいててててあってってずっずと書いてありますよで表まで書いてあってずっと次のページまで至るまで書いてあってというこっからなんだよね。文章がべらぼうに長いってことだよね言ってみるならば。でも文字数としてはうんと当時、まあ、この辺からなんだけどずっと2,000字なんだよね。要求すするものがちょっと違うんですよだから平成1四1 5年から文章少し長くなってきたね。文章は長文化。文章の長文化。 長文化傾向でも書くのは2,000字だからね長文化傾向長文化でさらに平成17年あたりくらいからなるとなんだろうな文書は長文化していて事例になったんですよ文書は長文化でかつ事例長文化かつプラス事例なんですよねとなるとこれ同じく60分で何求めているんでしょうね当時は3,000字例問題数あの短い中で書いてくれませんかと言ってるんで 文章表現能力を通ったんでしょうね平成9年とかこの辺の時代ってまだまだだから平成9年とか九州の段階においては担当と労務式試験って少し分かれていったんでしょう求めてる像が担当は知識労務はというと多分文章構成力とか文章表現力を通っていったんでしょうねしかし今の問題って長いわけですよ特に最近の問題ね長くって長くってかつ事例になってるんだということなんで 書く言葉というと多分担当なんでしょうね。担当チックになってると。担当チックになっていておそらく早く文章を読めてからパッと見て買い届ければいいってこれ問題に変わったんですよ。時間変わらないからね。じゃあこの長い文章についてパッと見て何を聞いてるかって分かるんでしょうかね。60分ででおそららそそそく読んんだよ解くんだよよけどあの頭かか普通読まないいねこういう問題って問いから読むんですよ 問いから見るならば、何を聞いてるかって大体これわかるんだね。括弧一、い。何を聞いてるか。ろ。何を通ってるか。括弧に。何を通ってるか。文章を見た段階で。大体これわかります。単とん近いんですよ。で。答え間違っちゃうと、終わりになっちゃうのね。で、従来はというと、そうではなくって。ここ。この時代ね。平成九年段階。この段階においては。相当文章を書いてまとめるわけですよ。だから昔は。うん。 文章表現力ねとか構成能力を問うたんですよ試験って表現力とかあるいは構成力これを問うたんでしょうねこれからだんだん変わってきて今は回答能力でしょうね言ってみたら回答力回答力とあとは事務処理ですかねそういう問題に変わってきたと事務処理能力 これができる方が要求されちゃう試験に変わってきたんですね。で、特に、特実はこれが今でも顕著です。特実はこれは顕著です。ただ、これだけやっちゃうと、じゃっぱしなんだろうな。あの、一回見たら、システマチックの方が受かりやすいわけですよ。システマチックの方ね。確実的にできることに、確実的なものについて。確実的に答える方が受かりやすいんだよね。よくないんでしょう。そこで、だん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 と変わってきたのが今の試験になってきてるわけね。で、どう変わったかと。で、おそらく。 特区実はあまり変わらないですよ要求する能力って回答力と事務処理能力、うん、でこれに対して異常商標形だよ、ね、少し変わってきまして論点地区の方が出始めたのね論点いわゆる説が割れちゃうんで説が割れちゃうのか文言上明確に書いていないから説って割れるわけですよじゃあこの場合について A という見解 B という見解があったと聞いてくるんだよね 妥当と思いますか理由は聞いてくるわけだ、ねでまあ旧司法試験に近いかなっていう感じの問題に変わってきたのが異常商標でしょうかね、まあ、もちろん試験の先生が文系だっていうこともあるんでそっちを聞いてるんでしょうだから多少少し違ってきてるわけねだから今の試験の求める能力いわゆる労務式試験で言うならばうん特実は担当地区なことでしょうね回答力あと文章を表現、えー、と回答力と事務処理能力ね でこれに対して、意証商標はこれはもちろん前提となっているんだけど上、文章、表現力ないしは構成力とかあと理解力でしょうね。これを問う試験に変わってきたのね、だんだんと。だから今の方が問題、たぶん難しいと思いますよ、休止以上に。難しくって求めてる要素も違ってきたとなるから2つ今要求されてくるわけね、1番と2番です。で、確実に解けるっていうのは、下の2番なのね。 でこれはずーっと来たのが平成20年からだいたい29年の試験だったんですよ。でこれは足りないということで科目によって変えるようになったんだっていう前提になってるわけね。でさっきの問題についても担当チックに見て問題から見てこれを聞いていて多分こういうことになるんだよっていう予測ができればパッと多分解けます。でそうじゃないとなかなか解けないんだよね。 でそれは多分失敗の要因なんでしょうねおそらく逆に回答を書いちゃった本当はできないと書くべきところをできると書いちゃったでそうなっちゃうと受からないんだよね試験って今の試験ね昔はこういう見解でも良いしこういう見解でも良いっていうのは結構あったわけですよちゃんと筋が通って書ければねっていう前提ですかなり変わりましたよね傾向がそこはねうんそなると今の試験の方が難しいですよね 昔はどっちか一方だから1番だけですかないしは2番だけですかっていう試験でしたでもだいたい平成令和平成が最後になってくると2つ要求する試験に変わってきたんだよね科目によっても違いますないしは、えー、まあたちによっても違ってくるんで多少違ってきますって話になるからねそこはねでただ前提的にまずできないといけないのは解読力と事務処理能力でしょう まあ、いわゆる担当知識があるならば、ある程度はいけるんだっていう前提は変わらないからね。じゃあ、ちょっとレジュメを見ていきましょうかね。で、語録者の方いろんな方がいらっしゃいますね。で、だいたい集計するとこういうことになるかなっていうのをまとめたんですけど、まずちょっと見てください。はい、まずですね。担当式試験と労務士試験の傾向と相関関係ね。だいたい担当式試験が8割以上取れる方。 60点満点で48から上ですよね取れるんであるならば多分ロム式試験ってうんとね5割はいかないかもしれないけど5割から3割ぐらい受かる可能性があるんですよ実際上は受かっていますねでもなかなか50点って突破はできないんだよ簡単ではないから50点取ることってすごく難しいのねでも50点ぐらい取れるんであるならば多分回答力はあるんですよまあ特許だったらいけるかなっていう感じですよねであと 考えてないと50点いくないのでまあそのくらいの方は多分、えー、と文章能力もあるだろうしあそらくあと理解力もあってったらしいになるんで多分30%ぐらいいくかなっていう感じがしますでこれに対してだん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 点数が悪くなるとあの相関的にやっぱ落ちてくるんだよね70%ぐらいになると20%から多分10%もあれでしょうね突破する方ってでそんなに簡単にやっぱ突破できないからね 特に1年でって話になると相当これ難しいです実際上は、ね、でそれに対してそれ以下って話になるとほぼ10%未満なんでまずないかなっていう感じです。1回ではねなかなか難しいぞってこれ数字になるわけですよ。だから目指してもらいたいのはまず担当の点数って客観的に分かりますんでねできればこれを目指してもらいたい8割以上。だから48から50点ですねこれ突破できるんであるんならば多分ね。 担当の勉強をやっていて論文に一応行けるんですよ一応行けるって言っても戦えるんだよね一番やってはいけないのは担当突破をしました三十九点でだけど現場に行って論文式試験やると全く手回足も出ませんって話になるともったいないわけですよ免除になって一回権利を失墜しちゃうからねもったいないでしょそうなっちゃうとでこれはぜひ避けてもらいたいできるんだったらちゃんと戦ってもらいたいわけですよ でそのためには少なくてもやっぱ8割目指しましょうっていう講座がこの講座になるからねじゃあどうやったらこうなるかってことについてはあとで少ししゃべっていきましょうか、ね、で次2つ目、ね、じゃあ担当式試験だから自宅でどうにかなるのかな結構いらっしゃいますよね、うん、私もそういう口でしたね1回入門講座を受けてただうるおいでやっていたのねあるいは暗記していたんですよ 2>、うん、で2回目受けた時は完璧暗記だよね条文暗記丸暗記 でかつ何だろうこういう畜城解説だよねこの表現も丸暗記していったんですよ丸暗記でさらに過去問全部暗記しました10年分です全て暗記してこの問題といったら何年の何の足で丸って分かるようになったのねで多分受かるかなと思っ受けたんだけど全く手も足も出ませんでしたね実際上50点満点で二十数点だったから結果としては何がいけなかったんでしょうねだって相当やりましたよ ね、担当試験の問題についてももう答えが分かるほどやったんですよ。約10年分だよねやったのでこういうものも全部読んだの青本いわゆるこれ読んで理解したつもりです文字は全部覚えたろ条文覚えたのだけど受かりませんでした、うん、やっぱ暗記って限界があるんだよね理解してるわけではないんですよ。でもさすがに本試験の問題って多少変えてくるんだよね。それを多少変えたことによって どうううななるかかといころが予測多分でできなかったんでしょうねでおそらく自分でやっちゃうとこうなるでしょうある程度はいくと思いますある程度は自宅でやっていて、えー、と文章を読んだあるいは問題文を読んだあるいは、えー、と条文書を読んだでこれによるならばおそらくうんと、ね、35点ぐらいまでいきますかね頑張れば35点ぐらいまでここだけど残りこれ39いかないと受からないでしょ 残り4点が多分いかないんですよなんてやってもこの繰り返しでしょうね多分だからなかなか受からないんですよでまだ繰り返すんだよね担当過酷問とあるいはこういうアドバンスっていうテキストであったりとかないしはアウフォン十分繰り返してやるわけですよだけどずっといかないんだよね1点か2点を前見せす,するだけなんですよで毎回毎回こうだったかなと思うんだよねいけなかったと思うんですよ で、それを一応書いておきますね。だからおそらく自分でやったらしたって。ある程度は行きますよ。34から35ぐらい行くんだけど、一定の合格点まではなかなか行かないんだってことになるからね。これはやっぱりある程度どっかでなわない。並ばないとなかなか突破できないかなっていう点だと思うんですよ。で、それについて、この講座を突破するようにやっていこうかなっていうのが必要な眼目になりますね。中身としてはね。はいで書いてあるね、えー、そうじゃない場合だから、一応暗記だけした場合については。 実は論文以上に担当式試験は難しいですよ。なかなか難しいって話になるからね。あと現行試験は担当試験の難化傾向にありますね。劣化ではないだよ。難化傾向。なぜか一番客観的に振り落とし振り落としがしやすいではないですか。論文って採点をしますよね。で採点やっぱり人がやるんだから多少ぶれますよね。でも担当式試験であるならばパッと見た瞬間これってわかるなの合格なのか合格ではないかってわかりますよね。 あるる程度客観的に分かるんですよだったら担当に振り落としちゃうのが一番妥当かなって話になるんで何か傾向なんでしょうね特に今年はコロ,ナ、ね、コロナなんでどうなるかってことが全く分かりませんそこはねだってさっきも言ったようにもし来年も通常通りやってしまうって話になれば5月でしょ期間短いよねこれ期間中にどうするかってことが極めて問題となるわけですよあと今年何に受かるかこれも分かんないですねうん あの少なくしか受かりませんって話になると来年度また難化って話になるでしょうしね、まあ、たくさん受かってしまった場合についても多分担当は難化するでしょう、ねまあ、担当は一番、まあ、出しやすいしあとは改正が結構多かったんで改正パーツについて今年初めて出てくるわけね、うん、じゃあどう出てくるんだでこれについて自分でちゃんと理解して代を取ってできますかっていうのはポイントになるでしょうね特に担当指揮士会。うん まあそういった意味では何だろう時期的に言っても担当トップから一番妥当かなっていう感じはするわけです。うん。だってこれからやると何ヶ月あるかな。うん。この講座始まっちゃうのは10月の24号ですよ。始まるのが。そこから始まっていって、うんと11月、12月、1、2、3、4、5、7ヶ月ちょっとだよね。この期間中だけやっただけで担当を通過して論文も 言うのはは嘘ではないかもしんな,な,ないけどなかなか難しいかなっていうのは分かりますかねそんなに簡単ではないと思うんですよ、うん、時間が膨大にあってベラボリに勉強できるんだっていうんだったら話は別です、まあ、そういう方はねやっていただいたら良いと思うんですよ、うん、だけどそうではない方は大半だと思うんだね特にベニスの場合は働いてやってるわけでしょ私も働いてやっていました、ね、働きながら勉強しておりましたでそうなると時間取れないよね だいたい一日に二時間とか一時間とかでしょ。それを毎日繰り返すんだよね。でも勉試験って何時間かかるかかるか知ってますかね。だいたい見たことあるかな。旧試験であるならだいたい三千時間ね。まあ大多数は多分選択科目あったりとか、あと論文が論文特化だったんだよね。さっき言ったように担当と論文が目指しているとは違っていたんですよ。ちょっと要素が。だから担当は担当の勉強をやって終わった後で。 論文特化ってやっていたわけですよ。だから時間かかったわけね。でこれに対して最近の試験は担当と論文が接近化してるんで、担当さえ高得点取れちゃうと結構いけるかなっていうとこがあるわけですよ。うん、であるならばまず担当を突破すること、それもいい点数でって当然なりますよね。で八ヶ月あったら担当はなんとかなるかなと思っています。八ヶ月があれば担当はなんとかなるかな。 これ一方で論文生まれらし話になるとうん通常の方でやるならやっぱり1年以上かかるでしょうね。ないしては2年ぐらいかかるかなっていう感じはします。これ個人差があるんで何とも言えないけどねそうなるんだと思いますよそこは。はい、でじゃあってことね真剣、まあ、傾向変わってきて、まあ、原始的な戦略としては担当を目指してやるのが一番妥当ではないかってことを申し上げているわけね。まあ、これはいいんんだけどどじゃあどんな勉強をやっったら担当って 上で受かるんでしょうかねこれ少し考えていきましょうか担当ね、うん、まず五番ですよねここもし担当いい点数を取って数合わせて論文まで狙うんであるならばこんな勉強すべきだと私はいつも言っていますここ一つ目、ね、いわゆる論文を,論文を解特ような感覚で担当式試験を使うべきだ担当問題を解くべきなんですよ、うん、あのねよく論文受ける方って 論文の問題についいてて研究してるわけです特に論文特化の方ね担当免除になった方悪くはないですよでも何問ありますかね旧過去問ってそんなにないでしょあまり古い問題やってしまうとちょっと目指しているところが違うんで違ってきますよね平成白年の問題さっき見た通りちょっと目指していると違うんだって申し上げました違うのね文章をちゃんと書いて表現力と見てるわけですよでこれに対して先の問題はといったら解答力だよね ちょっと違うね要素が。であるならば多分平成年20年ぐらいの問題からやっていって今までって話になるんで約10年分しかないですよね。約10年とかか年分しかないですよ、うん、となると何もあるのかな、うん、かける2で特許だったら30分しかないよね。30パターンについてやって全部埋まることができるかというとなかなか難しいでしょうね言ってみたら。でも担当問題って何年もありますか、うん、?10 年から見ですよ。 10年分やたらしたって、えー、っと10かける60問かける5試5しなんで3000社あるわけですよ。で3000社を解いたったらしになると相当長との対話ができますよ。で長との対話ができないと多分試験で受からないんだよね。その傾向はちょっとやっぱね予備校の当連とは違うのな本試験なんでしょうね。長との対話ですよ。そのためには担当問題使ってもらいたいの。うん、ただ担当問題について単にね丸とバツで切っちゃうと。 ダメなんだよね、うん、よく言うのはうんとまずこうやってもらいたい論文的にくってねまずは試験を受かるためには必要なことね本試験を受けるた,め必要受かるために必要なことは本試験合格に必要なことはこれは大学入試もそうだけど 角紋潰すこと角紋潰すこと角紋潰,潰,潰さないと話になりませんからね格紋の一番のフォークは何かというと格紋なんだけどもちろん論文の問題はさっき言ったように少ないです数が論文問題は数が少ないと数が少ないとこれだけやっていても題がわからないっていうか 特許庁は何を期待かっての多分わからないと思うんだよね。で、これに対して担当問題はバランスよく全部出てきますよ。幅が広い。で、問題の数があるってことなの。なの、ね、担当問題は。数が多いね、まず。数が多いし。数が多いし。かつ。幅が広いんですよ。すべてのところに出てくるんで。幅が広いと。幅が広いと。 今までたいいだよねだやるときに単に担当なんで通常であるならば問題解いて条文見て何条何項に書いてあるから丸ってやってしまうのはダメなんですよ。これは担当的な解き方なんでこれだけでは駄目なんですよ。ね。言ってみたらまず解き方なんだけど問題文見て問題文見て条文見て丸 またはバスとやるやり方ねこれ担当特化のやり方ですこれ,これでは意味が全くないんですよやってしまっても、ね、単に担当が強くなったっていうだけですよ。論務に結びつかないのねうまく担当の問題を使って論務的にやらなかったらいけないわけですよ。じゃあ何をすればいいのかなってことになろうね。すなわちまず問題文見てなぜ試験はこういう問題を問うたのかってまず考えます。 これ所在言いますね問題に捉うると考えます。で最近の論文式者もこれ聞いてるよね。所在を書いた上で論じしてくれませんかと聞いていたりするからね。特に意装とか商標関係です。これをまず書きます。書くというか考えるんですね。なんで講演書を聞いたのかってます考えます。考えた上で回答を考えてみるんだよね。まず捉え方は、まずは条文です。 だったら変わんないじゃんっていう感じがするでしょ。うん、上とね。確かにそのとおり。これはまず一つの要素になるだけだよね。あとは、社会的妥当性です。社会的妥当性。こういう考えには当たり前であるという考え方ね。うん、で、条文だけであるならば、これ許容性というんですけど、許容性と。許容性と。これだけであるならば、多分、 テクニックできちゃうんだよねテク,ニック単でテクニックってとこあるかもしれないけど最後の最後になるとこれだけで解けないからねやっぱ難しいんですよ本試験ってなかなかこれだけで解けないだって全部の自分やったとしたって、えー特実 e、だけでこのくらいるんだよだけあるこれだけではもちろんないからねじゃあどうするんですかとじゃあ全部あなたは覚えてるんですかと言われちゃうと自信ないですよね当然覚えていないですよ すべてなんて、例えば、主体、誰が、ないしは、できる、しなければならないっていう違い。全部暗記してるんですか。まあ、合格して二十年、数年も経ってるから、ある程度暗記してますよ。暗記してるんだけど、実際上ね、そうでもないんだよね。すべてではもちろんないです。もし重要な条文は覚えてますよ。覚えてるんだけど、すべてではないわけね。じゃ、どうやって回答してるんでしょうかってことだけど、私はこれをやっています。社会的妥当性ですよね。うん。 いわゆる、そうしなかったらおかしいですね。これを必要性と言います。必要性の観点。で、この二つの観点を聞いているのが、実は論文式試験なんだよね。うん、必要性と求性の観点。その担当は許容性だけですよ。だから、どの先生習ったって、一番習いますよ。一番。許容性。何条何項によるならば、これ丸なんだ。だから、こうなるんだ。という観点でしょ。ただ、これやってしまうならば。 100問解いて100しかいかないんですよ問題数としては100解いて100でも実際人間って絶対忘れちゃうからね100解いて80とかもっと少なくなっちゃうんだね実際上は、うん、で100問解くためには120とか130解かないとできないわけですよだからどん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 問題数を増やしていって暗記をしってなるんだけどなかなかやっぱ人間限界ありますからねあと時間が約7ヶ月か月しかないわけでしょ終わりますかね多分終わらない やっちゃうと量で駆逐しようと思ったら無理なわけですよそこはじゃあどうやったらいいんでしょうってことになるよねまあそれはこれだよね社会的妥当性ですよ視聴者の観点ここから解けるようになると強いわけだよね、うん、で自分の講義はこれを中心に話していきますだから多少違うんでしょうね視聴者の観点で解いていくんだってことについて駆逐をするってことをやっていますからね中身的には じゃあどうやったらそういう観点で身につくんでしょうそれも7ヶ月でしょうこの期間で作んなかったらいけないわけですよ7ヶ月で、うん、まず初心者の方ないしはなかなかわからない方って概要わかってないんじゃないのかなと思います、うん、試験って入り口があったら出口があるわけですよ入ってありますよねはい大体特許といったらこういう形事情試案といったらこういう形衣装といったらこういう形商費はこうってわからないと やみく問題を解いたって意味がないじゃないですかだから通常入門ってやるわけだよね入門講座やるわけですよただ入門講座についてテキストずっと読んでいてわかりますかね約30回ないしは40回で入門講座で普通やるんだよねずっとテキスト読んでるだけですよでこれでわかるかってことだけど多分ねわかんないと思うんですよ自分の1年目多分2年目って入門講座に出て講義を聞いて聞いて満足しただけだ たんだろうね。多分問題あまりやっていないんですよ。でやっていたとしたってあまりわからなかったんだよね。闇雲に解いていただけです。あ,あ、これは丸になるな。バツになるな闇子にやっていて、いや専門解いたんだとやっていただけなんですよ。そういう方結構いらっしゃるでしょう。うとなるとなかなか受かりにくいですよ。そこはね。まずは40回の講義であるならば、入門であるならばね。大体そうですね。住所以外もやっちゃえば概要わかります。 これまずぐるっと回すんだよねまず概要分かった上で入っていかないと絶対無理だから、ね、で入門講座で40回もやっちゃうとなかなか、ね、入っていけないわけですよここはだから14回ぐらいでまず概要を回します、うん、でこれエッセンシャルと称してやってるわけねでこれはあらかじめウェブで取ってますんでまずくるっと回してもらいたいわけですよで回して何度も何度も聞いてもらいたいそうすると「特実・意象女・不調」 大体形はわかりますからね。あ、こういう単元について、やっていくんだってわかりますよ。で、くる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 、これ回すんですね。回して回してと。特に法律の勉強って、回すことは絶対重要なんだよね。完璧にやってしまうこと、やろうとすると、なかなか終わらないですよ。そうやってはいけないから。いいできれば、なんだろうな。一科目について、まあ、回してる段階において、次の科目についても。入っていくんだという構成でないと、なかなか終わらないわけですよ。 だって期間決まってるわけでしょ7か月って期間決まってるからその中でやっていかなかったらいけないわけだよね中身としてはねでまず14回でこれを回してしまいます合理的だよねで大体これによって概要が分かったっていう段階で入ってもらいたいのが担当コンプリートのえー、っと講座と書いてあって基礎編と応用編って書いてあります基礎編と応用知識編と書いてあってまず基礎編をやってもらいたいわけですよ基礎編でこれ何かというとあのー、な担当と 論文の場所ってあるわけですよでそこについてちょテキストを別に書いてありましてね作ってありまして、えー、と例えばですね担当論文との共通なところってやっぱ単元があるわけですよ。う、え、ん、ー、とねこういう感じかな例えば特許についてであるならば特許って1から203か条で構成されてるんだよね。1条から203か条。 200いくつまであるわけですよ。200畳まで注しておきましょうか。あるわけ。で、担当は、基本的に全部やらなかったらいけません。幅としては。担当は。これ、担当の幅ですね。担当の幅。担当はこれ、全部やるわけですよ。担当試験なら。ただ、これ、いきなり最初からやって分かるかというと分かんないわけでしょ。だから、くるっと回すんだと、も言いましたよね。終わった後で、担当論文共通のことをやるわけです。でそうすると、大体こういうことになるね。こことか。 こことかって、まあ、出てくるね、全部やる、やるわけじゃないです。うん、で、これを担当問題通知でやってしまうんです。うん、で、テキストは別に作ったのね、何かというと、こういう単元について。それぞれ、書いてるわけ。例えば、これ商標になるんだけど、商標関係であるならば、こうなりますってこと書いてありまして。まあ、まず、条文が書いてあって、条文の下に線引いてありますね。線。 三乗理工っていうところなんだけど三乗理工であればこの線の,ところしか線のところからしか問題生じませんとなってるわけでそれについて過去問,問題スケータで説明するわけね、うん、でこれやることによってこの単元について具体的に分かってくるわけですよ具体的に、ね、単に入門講座を聞いてガーッと講義流しただけでは分かんないわけでしょじゃあ担当問題通知で具体的に分かってくるわけですよ担当論文とも共通な部分についてだいたいこういうことを聞くんだなって分かります で、それを深く説明していくわけね。うん、と、旧姓だけじゃなくって、詳細性の観戦で説明していきます。で、これが一応、ここに当たるわけだよね。担当一回目って話になるんで、担当一回目については、担当基礎編、担当知識基礎編っていうところで。これ、回していきます。全部で。えー、っと、これ五十回あるのかな。二十一回のね。二十回って、一回これ回します。これ一回回すことによって、だいたいそうだな、担当であるならば。 7から八割ぐらい入りますで、これはさっき言った通り論文と同じ箇所をやっていくわけねでだいたいこれで七割終わったんだろになりますあともう一回見直すんだけどこれ条文単位でずーっと見ていくっていうのが応用変って話になってるわけね応用知識権という話になっておりますここね、応用知識権となっておりましてで畜生的にずーっと潰していきますであればこれ全部潰すってことになるわけね まず概要をクルッと回します。あ、こういうことを聞いているんだ。エッセンシャルです。で終わった後で担当論文とも出ることについて通じていきますね。論文と担当問題とあと判例と含めて説明していきます。でそうすることによってこの部分については論文と同じ深さってあるわけね。担当幅が広いんです。論文は深さです。ね、深さ。論文はこれ聞いてくるわけね、深さ。担当幅ですよ。 まず第1回目で論文と同じ箇所について深さをやってしまいますあこうなるんだって分かるよね大体論文についてもそれやれば解けるようになりますよこれを聞いてきているんだって分かりますでこの後で残ったパーツあるよね単刀とか方こここれも潰していくのねこれ2回目ですよもう1回やるとで全部潰せたったらしいなるわけねでこのパーツについては深さはいりませんここはね一般広げ,広げたらいいったらしになるからね ここれやっっってていくのはこのは講座って話になだからだうまく言うならば担当を何点取れるかそれも合上位で取るためには何をするかってこと考えた講座になりますただこれって担当特化ではないっていう点だよね担当合格上位で受かることによって論文って目があるんだって話になるからねで一番目指しやすいじゃない担当って何点取るって客観的で分かりますよね論文って分かりにくいよね できたつもりなんだけど、これ客観的にわかるって相当できる方ですよ。うん、あの手間味噌言うんだけど、受かった年はわかりましたね。担当何点、だいたい論文何点って分かったけど、数学の時は分かんなかったね。担当何点あるいは論文どのくらいって分かんなかったですよ。ね、私はあの担当まで四年かかってその年受けたんだけど論文ダメで、ただ受かるかどうか不安だと思ったのね。その時は。 よく分かんなかったんですよ。受かってるかどうかって、で、そういうことだと、なかなかやっぱり受からないんだよね。うん、で、受かる年は客観的にわかりました。大体論文って、この程度書けば受かるんだってわかりましたもんね。で、担当は予想通りの点数だったのね。で、そうなっていただくと、いついかなる月がやったって受かりますよ。そこは。で、こうなってもらいたいっていことね。で、その観点においては、まず概要を回す。で、これさ、これ絶対基礎になります。まずぐるーっと回す。 全体像ままず見るするすすと絶対必要になります終わったあとで問題使いながらやるんですで問題使わないでやってしまうのはこれ具の骨頂ねだって7つぐしかないんだよ入試と似てますよね入学試験って浪人するとどうなる大体5月ぐらいから始まって年末まで大体終わるでしょう7か月だよねこの時に過去問使わないで講義を聞いてるだけで分かりますかね多分分からないと思うのね分からない分からないと思う でそういった意味では、えー、問,題を使問題を使いいながらやっていくんだただ問題集いきなり使ったってわからないのでこういうテキストを使ってやっていくわけねこれこういうテキストを使ってやっていきますこれ私のオリジナルですで私の講座でないとこれは使いませんやっていきますで大体これやることによってまあこれは条文書いてあって担当問題書いてあってあと判例書いてあってってあるの、ね、判例書いてあって説明していきます でこれやることによってそうだなさっきも言ったようにタウントロム必要なところについて幅と深さをやります1回目で終わった後でもう1回ガラッとやって今度は深さじゃなくて幅をやりますで合理的に受かっていくんだって話になるからね、はい、で多分これが一番必要ですよ、うん、で教える観点は許容性じゃなくって必要性許容性は条文等でありますんで見たら分かりますよそれは自分で,でやれば分かります ないしはテクニックになりますので最後の最後だよね。で、私は考え方を教えるっていうことが一番重視してるんで、まずこれですよね。まずこれ。あとね、一つの科目一つの科目とやらないことが重要です。うん、一科目一科目とやってはいけないのね。うん、で、司法試験はそういうところがあると思うんですよ。憲法は憲法、民法は民法、刑法は刑法というところしあって、結構やっぱ重たいのね。じゃあ我々ベニさんは何を科目としてやるんですか。ね、特許。 実用試案、衣装、商標ですと言ったら相当ありますよね。こんなにあるんだと。だけどそんなにないよ。やってらばって産業財産権、工業所有権の束です。似てるんだよね。すごく特許も実用試案も衣装も似てるんです。まあシートならば特許という科目と特許という科目と商標というか商標という科目これがちょうど次になる科目でありましてこれを採ってしまうならばあと応用系だからね。 これに近いのが何かというとそうだなまず一押し案ねやったりとかあと著作権も近いかな割と近いかなとで商標ねってあるになるとこれはそうですね不正競争防止用ですかね不況法近くって真ん中に位置してるのが多分衣装かなっていう感じがしますね衣装とでこれ横の体系になりますでこういう体系でちゃんと分かるならば多分一つの科目を 1, 特許1消費を一つならば実用支援は0.2とか成長数は0.1ぐらいですよ上とはこうなっていくでこうなっていくならば早いですよ、ね、あのやってる科目は別の科目かもしれないけど工業集権とか産業財産権あるいは知的財産権というところは共通科目なんですよ似て,る似てるんですよ似てるんだから応用してやっていきましょうねって当然なるからねそこはね、はい、それができるるようになると 一つの科目、一つの科目としてやりませんので、分かっていくわけね。だから科目の中で横の体系をやっていきます。特許はこうだけど、医師はそうなっていない。なぜかという観点ね。これによって横の体系はできますよ。まあ、通夜多分、縦を勉強するんだよね。特許は要件、効果、原則例外で書いてあります。実はこれやって終わるんだよね。これは点の勉強です。点の勉強。ないしは縦型の勉強でありますので。一科目一科目としてやってしまうという勉強になっちゃうわけ。 まあ特許とか消費はこれでいいんですよ。で終わったと。で終わったんであるならば他の科目、衣装、ないしは実用新案著作権、不正競争については応用して解いていくんです。その体系を作るんだって申し上げてるわけね。横から解けるようになります。横の体系、横の体系。あと並めの体系ってあるわけですよ。今のこれ横の、ね横、横の体系ね。横体系。横の体系。横体系。 あと斜めの体系ってありまして斜めって何かというと国内法と条約との関係とかね国内法と条約との関係条約っていう科目あるんだよねめちゃくちゃ分かりにくいですよだってねあくまで原文はフランス語とか英語ですからね日本語で訳したって話になってるんでめちゃくちゃ訳は荒いっていうか分かりにくいんだよね、うん、場面相でもなかなか難しいって話になっています でそうううななっちゃうとになっちちゃゃとやにんだよねただ体系から言うならば条約って国内法で条約違反て話らしになっていて条約あって国内法があるわけですよであるならば条約に反する国内法って絶対にこれないんだよねということは国内法分かっちゃうと大体条約って分かる体系に実はなっていますでそこから切っていくっていうことも必要になってくるわけねで,できるようになれば多分これも相当できるようになりますよ斜めの体系ってことねあとは一般法との比較でやっていったりするからね 民法だったらこうでも特許だからこういうふうに修正しましたっていうのが多分一番得意だと思うんですよ。これやっていくっていうところなんでこの体験を持つならば多分どんなものをても多分大丈夫だと思っていますそこはね。コンセプトはさっきも言ったように担当問題に通じて論文解けるんだっていう一つのコンセプトになりますね。で目指す点数については先ほど言ったように担当についてはマジで60点中の50点を目指しています。 ダルから言ったら絶対ボーダで受からないからね8がけの原則だよ人間って本番の試験では8割しか出ないのねで50点取れるんだったらどんな時でも40点取れますからねまあでガチで50点取ってもらいたいわけですよ50点取るんであるならば多分論文で求められている回答力、まあ、これは絶対もありますよね 条文も問題文,題文を見た瞬間に何を聞いてるかって分かるからね。何を書いてもらいたいのかって大体分かります。解答力。あとは、うん。そうですね。あとは表現力も多分ついてると思うんだよね。表現力。表現力とか、あとは理解力も多分ついてるよね。50点取れてれば。論点問題です。これ喋ります。論点問題については。 多分あまり喋らないと思うんですよね。それは石材産業で昔は手伝われてっていうところは問わなかったから。でも最近通ってるって。さっき申し上げましたよね。求めてる像は求めてる像は買ったんでしょうね。まあ、今もそうだけど、手は町に対する代理業でしょ。町行政庁なんで確実的に早くやることを求めているわけですよ。実際はね。だから多分こっちの買い取る重視したんでしょうね。当時はでも今。 あの増員されてしまってたくさんで出ましたよね人口についても三千人から一万人になってしまったそうなっちゃうともうなんだろう事務所に乗るだけではダメなんだよねで権利を取ったどう生かしていったらいいですかとかどういう構成を取ったら儲かるんですかってできないとダメなんでしょう多分これからこっちだよねでそっちの人材を多分求めてるんでしょうそこで最近の試験ってこっち理解力とか あと表現力これ遠いなしまた少し変わってきてきるの特に以上商標というところだったよね。文系科目について少し変わってきたとなりますのでこれについてもお話をします。でなんで論点で分かれてくるのかでそしてどの見解を取るべきなのか見解 AB と示してじゃあこうなっていますが通説ですっ,てって喋っていくからねそうすることによって多分よく分かると思うんですよ中身としては多分それが一,一番のポイントになるかなと思っています。 選ぶポイントはそこでしょうね、うんまあ。いろんな講座がありますよね。レックもそうだし、他校もそうだと思います。一番違う点は何かというと、多分私の場合は、体型がどうだってことをしゃべるっていう点でしょうね。体型からしゃべっていってというところでしょう。あとは問題から解いて問題からアプローチをするっていうのも私は一番一番、得意ってわけじゃないけどこは、ね、重視をしています。あとはテクニックよりも根幹から、えー、理解させていくっていうのが一番目標をしているところなんで。 できればそういうところに共感がある方はぜひ受けてもらいたいかなと思っています。あとですね、C っていうならば何かな、うん、あと時期の問題はね、あと何隻しかないということなんで、どうやっていくかっていうところでしょうね。うん、あと、そうですねこの時期から担当たらしになると、改正法一番多分詳しいですよ、詳しいっていうか、一番詳しく説明します、改正分野ね、衣装大改正になりましたよね。バラバラよく分かっっっててない方ってい方らししゃるでしょう で私はあの今回これやったんだよねあのアホン解釈誌なんてやっておりましてアホンずっと読んでいくわけですよ読んでいくうちにだん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 と自分でもよく理解してきてね当時よりもよく分かったっていう感が強いのね、うん、これをお,あのお,あのお話をしたいと思っていますねんでこういう構成を取ったのかっていうのが結構書いてあるんで中にはね皆さんこれ読みしよう全くないですよで読んじゃうと時間かかりますからね昔は読んだの。 で昔は5年から4年で受かればいいっていう試験だったんで読むわけですよ。でも今はそれじゃ困るわけでしょ。少なくとも2年か3年で受かりたいよね。1年で受かるのは一番いいかもしれないけど、現実から言うならばやっぱ2年ぐらいかかりますよ。だけど、2年で受かるためにはこれ読んでる暇がないわけですよ。自分で読んで果たして理解できるかっていうと、まず理解できないですよ。うんね、でただこれについては今年やっておりますんで,、ねで、改正文,文についてはやっておりますんで、それを含めて改正文ちゃんとお話をします。 ということなんでこれからやる方もいいだろうしあるいはそうですね1回やったんだけどうーん今年はちょっとねっていう見送った方ねあるいは残念だったっていう方です。なんでだめだったのかっていうと多分暗記なんでしょうねで暗記だとつらいですよ結構ね自分もそうだったけどえと1から3年目はダメだったと言ったよね暗記に終始しちゃったんですよで受かったなと思ったんだけどやっぱだめだったよねでそんな甘くないんですよこの試験って。 そういった意味ではどうかな暗記じゃなくて理解したいという方はぜひ来てもらいたいと思っています。あとね新しい便利子ってなるためには何をやったらいいかということについてヒントを多分言ってると思うんですよ。こうするべきだとか何しかこういうことをやった方がいいかなってことをね言っておりますのでもしそういうことに興味ある方についても来てもらったらいいかなと思っています。はい、で実際始まるのがえっ、ー、といつだっけ10月のえっ、ー、とですね10月の 始まるのが、29かそこらですよね。違ったっけ、24だっけ。そこからですよね始まるのが、うんと、ちょっと待ってね。10月の、あ24からですね。始まりますんで、渋谷で始まります。で、今、当然来れない方はいらっしゃるよね。で、来れなくて見てもらってます。ね。あの、皆さんどっちなんだろう。あの、いわゆる、あの、音声で私はずっと勉強してたたちなんですよ。 で前の前職ってまあ見てい頂くと分かるようにめちゃくちゃ忙しい会社だったのねだからうちに帰ると大体午前さまですよで午前さまになってそこから勉強しってことをやっていたわけで通常取れる時間って大体1日に時間多分ないな1時間ぐらいしか取れませんよ、うん、でも当時の平均が5連だったのね5連で遅れましたから、まあ、平均的な受験生なんでしょうでも多分1時間ぐらいしか取れませんっていうのは結構少なかった方だろうね受験勉強としてね する時間がほとんど通勤当時で勉強してました。うん、インプットもずーっと通勤当時でやっていたのね。インプット系、ナイスや入門系とか担当系ですよね。これインプットで修了してさせていたんですよ。で測定です。ずっと聞いていましたね。測定で聞いてました。でこれやることによってそうだな、1時間の講義を聞いていたことによって倍聞いていたんで2時間講義を聞いていました。これを行き来ずっとやっていたわけですよ。 で大体片道で2時間かかっていたので 2×2 なので4時間でやっていたんだねそこで,で家帰って1時間これはチェックをするわけですよ問題点チェックあるいは論文の問題についてやっていたわけねでうまく家と通勤途の通じ時を通常を使い分けてもらいたいんですよ今はんだろう多分ネットの社会ですよネット時代ないしは通信ですよこれからはで通信なんだけど皆さんどっちかな あの音で見る方音で聞こうですかね通信教材をあるいは画像を見て勉強する方ですかね分かれるんだけど私は音だったよね手話音、うん、一番の特徴は何かというとあんまり書きませんずーっと喋っています喋っていて喋っていて喋り倒すっていうのがコンセプトね授業の中のコンセプト、うん、ちょっと早いですかねコンセプト でこれに対して何だろう映画で見るって方もいらっしゃるんでそうではないのねだから線を引いてとかないしはチェックをしてってあまりしないんです私はしなくってずっと喋っていますで喋っていて喋っていてそれを聞きながらなんか歌のように覚えてしまうってことになるのかなまあそういう方が向いてるかなって思いますだから音派と耳派っていいますよね私は多分耳派だったかなと思うんですよ視聴派ではないのねどっちかというとうんで 今ねスマホで見てってこともあるよね。でもどうなのかな通勤通じでスマホで見ていたらけってこう見られちゃうと恥ずかしくないですかね。さっきはスマホでパッと見て20分30分でまあ見てってるいいかもしれないけどあのどうかね悪くはないと思うんだけどそんなにパッパッと細切れであのこの講座ってわかるものではないんですよこの学問でわかるわけではないのねそんなに簡単ではないんですよ。 であれば、速聴してずっと聞いてもらって、何でも何度もって一番いいと思ってるわけです。まあ、それを体現できるのはこの講座って話になりますんで。まあ、そういう系統の方はぜひ、申し込んでもらいたいかなと思っています。はい。で、始まるのが10月の。24からスタートって話になってます。ただ、前からもう聞けるんで、エッセンシャルはね。こっちは終わってしまってるんで。もう、つと、あ、もう。こっちは、撮影とか収録して、終わ、収録終わっております。 まあなてこれ配信中という話になっているので、まずこっちを聞いてもらって、こっちが分かると、大体概要分かりますので、10月24日から入っていただければ十分かなと思っています。はい、ということなので、これから受ける方、ないしはえ今年見送った方、あるいはこ今年担当だめだった方、ぜひこの講座、受けてもらいたいかなと思っています。お待ちしておりますので、ぜひねえと10月24日にお会いしたいと思っております。はい じゃあ今日は5年で終わりたいと思っております。お疲れ様でした。